今回は新曲出したりするんだに対するみんなの反応をご紹介します。1日2本以上投稿していますので、ぜひチャンネル登録お願いします。それでは行ってみましょう。新曲出ること今更知ったんだけど、アニメ終わった後でも新曲出したりするんだ。絶対に話題を絶やさないという強い意志を感じる。日曜の見てないんだな。ライブ見てないんだけど、新曲はまだ披露してないんだよね。してたらすごい後悔しちゃう。ボサロに限らず、いろんな人気作品でよくあることじゃね。キャラソンとか出るのはよく見るけども、ご中佐が軽音の半分くらい曲があるって聞いて、そんなにってなった。歌丸々歌唱バージョンで無限に増えていく。絶対に満足させるみたいに意気込んでたから、相当気合入った新曲だと思われる。結構人気出たから人気を維持したいんだろうね。よくよく考えてみたら、アニメより曲作る方が手っ取り早いわな。下手に映像作品のために足踏みするぐらいなら、新曲出してチャート沸かす方がよっぽどアーティスト前としている。たとえそれが商業主義のゴンゲみたいな曲であろうとも。ライブ、構成、光の中へ、青い春と西の空ってめちゃくちゃぼっち節なネーミングでワクワクする。アジカンみたいに元ネタあるんだろうか。もうとっくに作中の結束バンドより曲数多いのにまだ増える。浜地亜希が今後作中で使える曲と歌詞のネタは潤沢だな。ライブもう1ヶ月もないのかよ。発表のあった2時間後に出てきた絵がこちら。ケロリラ即筆すぎる。ゼップ羽田だけど競争率やばそうだな。当たったらライブ前に春公演で1杯引っ掛けてから見るんじゃ。3000弱しか入らない。アルバムバカ売れして音楽業界の期待の新星になってるからな。結束バンド、作中との乖離がすげえ。アニメライブ特有のでっかいとこじゃなくて、バンド路線のゼップ選ぶあたりこだわってるなって。競争率高いけど配信あるし全然あり。音を聞け音ってことだな。そういえばライブまで発表から1ヶ月ないのもそうだけど、ライブの次の日に CD 発売になってるけど、ライブで曲初披露するつもりなんかな。それだと CD 発売まで CD の反則宣伝しづらい気がするけど、ライブ終了後にすぐに配信開始するパターンで一気にバズらせて売っていくと思う。この世界の結束バンドはプロデビューして武道館満席ライブする未来の結束バンドだからな。アニメ2期は待つから、新曲の MV はがっつりしたの作ってほしい。私は絶対もうメタ女。そりゃアルバムが想定の何十倍も売れたら、2期待たずに新曲企画するだろう。新曲出るたびに長谷川郁美だけの負担が増えていくのがひどい。曲を作ってる人たちのこともねぎらってあげてください。構成ってぼっちのくせにセンスいいと思っちゃった。眩しい眩しい、そんなに光るなよとか言ってたのに構成になってしまった。売れすぎて何をやっても結果的に商業主義になっちゃって、死ぬほど悩む山田が見たい。ゼップツアーやれ結束バンド。人多い会場でも音がいいって山下達郎が言ってたから、 NHK ホールでもいいぞ。構成、星、これってそういうことでいいんだよな。なんでアメリカでこれが人気あるんだよ。やめろよ、外人が参入してきてグッズが買えない。この前テレビ見てたら、外人が下北に来てアニメと同じ場所だって感動してるの放送されててびっくりした。ユウは何しに日本へ。俺も同じ番組見てたと思うから、多分バンキシャだな。入国緩和されて聖地巡りに外人特集してたから。光放つ星はちょっと熱烈すぎるよ、ぼっちちゃん。配信あるのが本当ありがたい。地方民でも歯ぎしりしなくて済む。ライブハウスは割と配信の方が演者さん見れていいんだ。生爆音のグルーヴ感はないが、やってる方はオーディエンスの反応なくて味気ないみたいなことよく言ってるけどね。ぶっちゃけ現時点でもうすでに山田の脳は相当破壊されてるだろう。アニメの続きを簡単には作れないけど、いい感じに熱を続かせたい。すると絵以外の声優や音響が頑張るしかないんだ。原作が引っ張れば済む話なのに。ハリウッド映画化しちゃいますか。三井さんとかのバンドメンバー型のライブで予定埋まってそうなのがちょっと気がかり。ご中佐は展開の隙間を曲で埋めてく商法の大先輩だな。星座になりたいならまず合成にならなきゃだからな。もうライブがロックよりさだまさしなんよ。未確認ライオット編で持ち歌3曲しかないって言ってるのに、アニメの時点ですでに4曲あるからどうすんだろう。まあ素直に4曲あるってことにするんじゃない。どっちかというとグルーミーの特徴の歌詞は暗いけど爽やかな感じってのが、忘れてやらないですでにやっちゃった感あるのをどうするのかの方が気になる。羽田ゼップ1回行ったけど、マジで何もないから行って帰るしかできなかった。周りに飯屋も飲み屋も少ないから激混みするのよね。結束バンドのアルバム、いつの間にか放課後ティータイムにの 1.5 倍くらい売れてたのか。上でも言われてるけど、ご中佐のとか大体こういうのはキャラソンだから、音楽系アニメでアニメ関係ない完全オリジナル新曲は珍しい。早く聴きて。
まあアニメの結束バンドがすでにプロ並みのうまさでも、今のあなたには結束バンドのボーカルである必然性は感じられないわね。かなり歌える程度じゃ。結束バンドの新曲と宿泊のフル、どっちが聞きたい？悩ましいことをいきなり言うな。比較ものであればバンドリの初期ですら武道館に立ててたから、結束バンドならさらに余裕だろうな。埋めるか、東京ドーム。ぼっちちゃんが曲のモチーフに星使いまくるせいで30歳独身がどんどんおこがましくなっていく。何が悪い？次は埼玉スーパーアリーナだな。ギターと孤独と青い惑星、あのバンド忘れてやらない。星座になれたら。そうか、確かに4曲やってるな。なぜか劇中では3曲だと思ってた。ここまでやって落ちる未確認大夫の壁の厚さよ。やっぱすげえよ、シデロスとケモノリア。ギタちゃんがどんどん酷使されるね。ボーカルは楽に見えて一番しんどいよね。店長への誕生日プレゼントかな。ライブやるって倍率すごいことになると思うんだけど、ユーガイズはどう思う？ユーガイズ3倍くらい。声優に楽器やらせるの？ライブってどうするの？バンドリみたいに声優4人でリアルライブするの？キタちゃんの人の負担がすごくない？劇中の曲はキタちゃんに回して、他を3人で分担してカバーするんじゃないかみたいな予想はちらほら見かけた。この前ライブしてなかった？この前のはトークショーとミニライブだね。三井さんが青山芳乃の着ぐるみ着て弾くの？普通に三井さんと音羽の生演奏聞きたすぎる。新曲出ると聞くが定期的に出るのか。三井さん酷使しすぎ問題になるな。新曲ももちろん編曲やるだろうし。まあ三井さん楽しんでるみたいだし。武道館とかでできないの？できるだろうけど、まずライブハウスから行ったのは原作尊重でしょう。ゼップはライブハウス2にはだいぶでかい気が。普通のライブハウスでライブしたら倍率がとんでもないことになりそうだし。声優ってそんな暇なんか？ぶっちゃけメインの4人は今そんなに仕事多くないだろうと思う。言い換えると今のうちとも言える。キタちゃんだけリアルボイスで金箔みたいな感じになる。キタちゃんの声の人とキタちゃんのギター担当に分離するから5人組バンドなんだよな。原作とアニメの曲数問題は冷静に考えると、あれ初ライブであのバンドやった後もう1曲やってたはずだから、それが文化祭でやった2曲のうちどっちかじゃないとすると5曲ある計算になるんだよな。それと文化祭でやるはずだった3曲目もあるから、アニメ版だと最低4曲足す未確認の2曲4曲のうちで使い回しの可能性ありになるっていう。それと原作だと文化祭終了時点で3曲だけってことは、文化祭ライブでギターと孤独と青い惑星とあのバンドは確実にやったことになるんだよね。お客さんの反応全然違う感じになりそうだな。もう普通に結束バンドして活動しているんだな。そりゃ世界4位だもんな。曲に関しては原作で山田が名前を出したニルバーナっぽいグランジ曲があったら個人的に嬉しい。なんなら原作の扉への元ネタにもなった WOD に提供してほしい。皆さんは新曲出したりするんだについてどう思いましたか？ぜひコメント欄で意見を聞かせてください。チャンネル登録もしていただけると励みになります。